では決勝レースです、ナロートリンクラスから、はい、浮谷さん、森山さん、阿部さん、水越さん、赤木さん、武藤さん、後藤さん、睦美さん、ナロートリンクラスご準備ください。勝ち上がりは上位1台のみ。いいかな。いいっすかね。はい、はい、じゃあ1番グリッドからお並びください。1番グリッド、浮谷選手、2番グリッド、森山選手、3番グリッド、阿部選手、4番グリッド、水越選手、5番グリッド、赤木選手、2個半とか開けとく、開けへん、6番グリッド、後藤選手、7番グリッド、睦美選手。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。それでは参ります、クワットハイ、ナロースリングラス、決勝 B 面4分間周回です。勝ち上がりは上位1台のみです。それではスタート。充電B、あら充電、スタートしたら戻ってくる、うん、そうです、スタート行ってくれはったらいいですよ、充電してくれはったら。いや、今やね、今やね、ボタン押すだけやね、マーシャルもう一個危ない、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 怪我せんと、人間が一番大切ですから。ミニッツは勝ったら治りますんで。まあもうここで慌ててる時点でもうやばいっすけどね。準備8割なんですよ。気持ち8割の準備8割なんで。さあ残り時間3分です。1分経過、トップ浮谷、2番手水越、 1.9 秒差、2番手水越、3番手森山、 2.6 秒、森山の後ろ阿部睦美が続く、6番手赤木、7番手後藤。さあトップ浮谷選手が丁寧に丁寧に走るがこける。さあ水越が背後迫ってきた。立ち上がり枠は1台のみ。レースはまだまだ2分30秒。はい、じゃねえぞ。さあ抜けた。あるよね、あるよね。ただ2分20秒後にゴールするかどうかですから、今トップなんか重要ではないです。さあトップ水越、2番手浮谷、今度は前後を入れ替えて1秒差。3番手に阿部が上がってきた。4番手森山、5番手赤木、6番手睦美、7番手後藤。残り2分。さあレースは残り2分です。トップ水越、2番手浮谷2秒差、2番手浮谷、3番手阿部 1.5 秒差、4番手森山 2.4 秒後方、赤木がすぐ後ろ。さあ森山赤木の4番5番争いだ。6番手に睦美、7番手に後藤。レース残り時間は1分30秒です。さあ水越逃げ切れるか、浮谷後方 1.7 秒、さあ阿部は 1.9 秒後方、3番手。さあレースは残り1分20秒です。あっと阿部がミスった。さあこれで2番手が逃げていく。水越浮谷 1.5 秒。レース残り時間まもなく1分。さあ勝ち上がりは、あっと浮谷が1回2回ちょっとミスを重ねて 2.7 秒差。ラスト1分、ラスト1分。あっと、さあトップ入れ替わり、ラスト45。さあまだまだ分からない、レースはゴールするまで何があるか分からない。最終コーナーで引っかかって負けてる人何回も見てる。残り30秒、浮谷水越しているぞ。おお待ってた、あっと、さあ残り25秒、残り20秒。地味に阿部来た、地味に阿部来たんやけど、ラスト10秒。
ね、まだ分からんね、これは。ナイスレース。いや、なんかドキドキしましたね。はい、お疲れ様でした。トップゴールは浮谷選手、2位水越選手、阿部選手でした。お疲れ様でした。皆さんナイスレースでした。では続きまして、ナローツーリングクラス決勝 A 見参りたいと思います。はい、ではグリッドをお付けください。1番グリッド藤原選手、2番グリッド N村選手、3番グリッドカズ選手、4番グリッド浅川選手、5番グリッド渡辺知、6番グリッド大岩選手、7番グリッドマー選手、8番グリッドに勝ち上がりの浮谷選手。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。スタート10秒前。ナローツーリングクラス決勝 A メイン8分間周回です。スタートです。フライングにご注意くださいね。さあ、スタートしました。さあ、トップで帰ってきたのは藤原選手、 N 村和朝川渡辺父の1、2、3、4、5。少し間が空いて勝ち上がりの浮谷、まあ大岩の順。あっと、さあ中央クラッシュだった。さあ依然トップ藤原、2番手 N 村、3番手和、4番手浅川、さあ渡辺千が少し遅れた5番手。さあ1、2、3、4がトレイン状態。お父さん2番、3番手、4番手入れ替わった。浅川3番手に浮上、4番手カズ、5番手渡辺七。さあ依然トップは藤原、残り7分。あっと藤原ミス。さあトップ入れ替わり、これで藤原一気に5番手まで交代。トップ変わって N 村、2番手浅川、3番手カズ、4番手渡辺七、5番手藤原、6番手マー、7番手大岩、8番手浮谷。さあクラッシュ。さあトップ N 村、2番手との距離を 1.7 秒まで広げた。2番手渡辺知、3番手藤原、4番手浅川、5番手カズ、6番手大岩、7番手マー、8番手浮谷。さあレース残り時間6分20秒です。残り6分20秒。さあまだまだレースタイム残っている。さあトップは N 村、2番手藤原、その差が 1.7 秒差。3番手浅川、4番手渡辺一、5番手カズ。さあ2、3、4、5がつながっている四つどもえの2番手争い。6番手に単独マ、7番手大岩、8番手浮谷。さあレースは残り6分です。残っと、さあちょっとクラッシュがあったか。いや、再び2番以降が隊列が整った。その間にトップ N 村が少しずつ逃げる。さあ残り時間5分30秒です。残り5分30秒。さあトップ N 村、このまま逃げ切れるか。2番手藤原が後方 1.1 秒、3番手浅川、あっと最終コーナーで渡辺知が転倒。トップ N 村、2番手藤原、この周で 1.3 秒、3番手に浅川、4番手カズ、5番手渡辺知、6番手マー、7番手大岩、8番手浮谷。残り時間間もなく5分となります。3分経過、3分経過。残り5分。さあ残り5分です。3分経過。さあこれで藤原浅川クラッシュ。さあこれで浅川2番手浮上。さあ藤原3番手、さあ4番手以降、これまあ追いついたね。まあ粘って粘って、カズちゃんの背中まで来た。5番カズ、6番マー、7番いや渡辺知、4番カズ、5番マー、カズちゃんがくるくる回ってる。さあトップ N 村、2番手浅川、この周回で1秒差というところでしょうか。 0.8 秒。さあ N 村浅川 0.8 秒。
カズはとにかくくるくる回っている。さあ藤原3番手、4番手まあ、5番手渡辺一、6番手大岩、7番手カズ、8番手浮谷。さあ残り時間、折り返し地点の残り4分です。残り4分。さあトップ N 村、このまま逃げ切るか。現在中央セクションですね、黄色紫のマシン、トップ N 村選手、その後ろ白黒のマシンが浅川選手、 0.8 秒差。さああっと浅川ミス。さあ戻った、いやいまいち戻れない。さあこれで N 村浅川は距離が広がった。さあこれで 3.7 秒、 N 村アドバンテージ 3.7 秒。3番手は藤原、浅川2番手、3番手藤原が 2.4 秒。まあ4番手まで来たよ。さあまあが粘って粘って、4番手、5番手大岩、6番手渡辺千里、7番手カズ、8番手浮谷。レース残り時間は間もなく3分の5分経過いたします。残り3分。さあレースは残り3分、残り3分。トップ N 村選手、イエローパープルのマシン、現在中央セクション、2番手浅川選手は白黒。さあここ単独だ。1位2位の間はラップマーカーいない、 3.1 秒差。さあ藤原が浅川の背後 1.8 秒。さあ今度はこの2番3番が距離が縮まってきたか。4番手にまあ、5番手これで渡辺っち上がった、6番手大岩、7番手数、8番手浮谷。さあ浅川藤原テイルツーノーズ。さあ計測駆け上がりから現在ストレート1コーナーに入っていく。さあ2、3が縮まった。これで N 村がさらに優位に立ったか。トップ2番手浅川、3番手藤原、 0.2 秒。さあトップとの差は 4.1 秒。まあ4番手、5番手渡辺千、6番手大岩、7番手カズ、8番手浮谷。さあレースは残り2分です。残り2分。さあトップ N 村選手、御年68歳、堂々トップ走行。2番手アップ走行、藤原ミスがあったか。これで浅川が2番手単独、3番手藤原、4番手まあ、5番手渡辺千。あっといった点と、あの計測の線気つけてね、マーシャルの方。まあもうここで切れたらここで切れたけど、残り1分30秒。さあレースは残り1分30秒です。トップ N 村、イエローパープル、現在前半セクションから中央セクションに入っていく。さあ2番手浅川の距離は 2.7 秒、3番手藤原が 0.8 秒で背後つけている。さあ2番3番が再び近づいてきた、 0.5 秒差。おまあ渡辺千里 0.6 秒。さあまあ渡辺千里4番5番も近いぞ、 0.6 秒。その後ろ大岩選手もまだまだ 0.8 秒つけている。さあ前が見えているぞ、4、5、6。まあ渡辺千里大岩4、5、6。レースは残り1分切って残り50秒です。さあ再び三度2番3番テルツノーズ、浅川藤原、残り40秒。残り30秒。さあ2番3番が完全テルツノーズだ。浅川藤原ストレートの2台、2番3番。さあ N 村はこれ余裕はないですね。さあまあ渡辺チテルツノーズ、残り12秒。さあ N 村これ完全にマネージメントですか。さあ残り10秒、トップグループはもう1周入るでしょう。さあファイナルラップだ、ファイナルラップ。さあ2番3番テルツノーズファイナルラップ。さあまあ渡辺チ、あーあーとここはゴールですね。さあゴールまだあと1台、はい選手はゴールです。トップゴールは N 村選手、2位浅川選手、3位藤原選手でした。お疲れ様でした。いやナイスレースでした、お疲れ様でした。はい、では順位確定です。では10分ですか、インターバル10分。はい10分後、
ワイドツーリングクラス決勝です。はい、では定刻となりましたのでご準備ください。続きましてワイドツーリングクラス決勝レースへ参りたいと思います。はい、ウォーミングアップランよろしいですか。では1番グリッドからお付きください。1番グリッド森山選手、2番グリッド赤木選手、3番グリッドむつみん選手、4番グリッド水越選手、5番グリッド後藤選手、6番グリッド増瀬選手、7番グリッド浮谷選手、8番グリッド武藤選手、スターティンググリッドにお付きください。ワイドツーリングクラス決勝は、4台勝ち上がりですんで、4台勝ち上がりね、8台走行中4台勝ち上がりですんで、最後まで諦めずに頑張ってください。ではスターティングマーシャル、ありがとうございます。スタートいたします。スタート10秒前。スクワットハイワイドツーリングクラス決勝 C メイン4分間周回レース、まもなくスタートです。フライングにご注意ください。さあスタートしました。さあ4コーナー振ってクラッシュアーター1回転倒。さあトップで帰ってきたのは森山選手、2番手水越選手、3番手赤木選手、4番手むつみん選手。さあここまでが勝ち上がり圏内、5番手後藤、あーっと1号だと出た、1号刺さった。はい、ありがとうございます。さすがエキスパート、年取っててもマーシャルうまいな。さあ残り3分20秒で、あっと、さあトップ森山見姿。さあこれでむつみん来た、トップ森山、2番手むつみん、3番手赤木、4番手後藤、ここまでが勝ち上がり圏内。さあ1号乗り越し方、さあこれでトップ森山、2番手むつみん、さあ残り3分です、1分経過。さあトップ森山、2番手これで赤木、3番手むつみん、4番手後藤、ここまでが勝ち上がり圏内。5番手浮谷、6番手増瀬、7番手水越、8番手武藤、1コーナー飛んでた。さあ残り2分30秒、さあ森山、赤木、むつみん、後藤、さあここに増瀬が来た、5番手。さあ勝ち上がることができるのは上位4台。さあ後藤が抜けた、後藤3番手、いや裏返った。さあこれちょっと勝ち、どうした、どうした、チューリップ、チューリップになってた、今完全に壊れた。一旦回収で、順位整理します。トップ森山、2番手赤木、お、ここバトルですね、もう勝ち上がれるから2人とも思う存分バトってください。3番手がむつみ、4番手ませ、お、水越が寄ってるか、お、ということは3、4、5、3、4、5でませ、むつみ、水越で立ち上がり圏内は4番までなんで1人落ちる。トップ森山、2番手赤木、3番手マセ、4番手むつみん、5番手水越、あーっと混んでた。さあ後藤は帰ってきたが、これはマシントラブルでしたので、さあ7番手、6番手武藤ですね、6番手武藤、7番手後藤、8番手浮谷。なんかおかしい、レシーバー外れてません。残り45、残り45秒、トップ森山、2番手赤木、3番手にマセ、4番手水越、5番手むつみ、まあこれで上位4台ほぼ決まりか。残り30秒、残り30秒、おっと、さあ森山がクラッシュ。さあこれでトップ森、赤木、2番手森山、3番手マセがすぐ後ろ、4番手水越。さあ2、3、4、まだ分からなくなってきた。残り15秒、ラスト1周半というところ、残り10秒、ラスト10秒、ラスト10秒。さあここで
ゴール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 、まだ、はい、でしょ、これです。お疲れ様でした。勝ち上がりは赤木森山マセ三越、完全にサバイバルレースでしたね。サバイバルレースとはこのこと。さあ、勝ち上がりの方は4名ご準備くださいね。では続きまして、準備でき次第ワイドツーリングクラス B 面へ参りたいと思います。はい、ではグリッドをつけください。1番グリッドから1番グリッド浅川選手、2番グリッド阿部選手、3番グリッドオマー選手、4番グリッド藤原選手、5番グリッド赤木選手、6番グリッド森山選手、7番グリッド松選手、8番グリッド水越選手。さあ、勝ち上がることができるのは上位4台です。枠広いですよ。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。それでは参ります。スタート10秒前、スクワットハイワイドツーリングクラス決勝 B メイン、4分間周回レーススタートです。さあ、スタートしました。さあ、トップ浅川1台飛んでった。2番手マー、3番手赤木上がっていた、4番手森山、5番手マセ、6番手藤原が水越の腹の下を通っていた。水越7番手8番手阿部、あ、1台転倒、戻った。さあ、トップ浅川、2番手マー、3番手森山が勝ち上がりで3番手まで来た、4番手藤原、5番手マセ、6番手阿部、7番手赤木、8番手水越。さあ、立ち上がりライン、浅川、まあ、森、あ、まあ、引っかかってる。さあ、これで抜けたのはマセ。浅川トップ、2番手森山、3番手これで藤原、4番手マセ、5番手阿部、6番手赤木、7番手まあ、8番手水越。さあ、まだまだ分からない、とにかく生き残れ。さあ、トップ浅川、2番手森山、さあ背後藤原マセが来た、234だ。さあ、レースの方は残り2分30秒で、おっと、さあ森山ミスだった。さあ、これで藤原2番手、3番手マセ、4番手が阿部が来た、阿部が来た。さあ、トップ浅川、さあ、これはかなり2位との距離を広げてきた。2番手藤原、3番手マセ、4番手阿部、さあ5位が来ない。5番手はこれで水越小川が刺さってる。水越5番手ですね。6番手森山、7番手赤木、そこが5、6、7、8番手にまあ、マーク返っていた、前外れてくる。残り1分40秒です。残り1分40秒。さあ、水越森山が近いのか。さあ、そこに藤原が2番手で絡まれている。藤原マセが 0.7 秒、マセの後ろ阿部も来ているぞ、 0.9 秒。まさかさん、ツーリングですね、これは一人旅。さあ、愛知コーナー刺さってる。さあ、藤原がやっちゃったが、でも5位は全く見えてこない。楽勝ですわ。さあ、残り間もなく1分です。残り1分。浅川トップ、2番手マセ、3番手に阿部、4番手藤原、5番手森山、6番手赤木、7番手水越、8番手マー。残り40秒。お、さあ、赤木森山入れ方、完全に上位4台抜けてたんで、5位以降はもうプライドの、プライドをかけてのバトル。第1コーナー飛んでった。残り15秒、トップやん。え、残り15秒やで。
そんな行くしかないで。それかまあゆっくりあの一番直してくれなさそうなむつみに直してもらうとか。絶対無理。めちゃめちゃもたついて5位に戻ってくるみたいな。さあタイムアップ、はい、浅川ゴール、マセ2位でゴール、赤木ゴール、藤原3位のゴール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 、はい、全車ゴールでーす。トップゴール浅川選手、かろうじてトップゴール浅川選手、前外れてましたが、勝ち上がりは、浅川、マセ、藤原、阿部。さあ続きましてワイドツーリングクラス決勝 A メインご準備ください。はい、いいですか。ではポールポジション1番グリッド片山選手、2番グリッド N 村選手、3番グリッド大岩選手、4番グリッド渡辺知事、5番グリッド浅川選手、6番グリッドが、勝ち上がり誰や、マセさん、藤原さん、阿部さん。はい、スターティンググリッドにおつください。はい、決勝 A メインは長丁場8分間レースです。ではスタート。スタート10秒前。スクワットハイワイドツーリングクラス決勝 A メイン、まもなくスタートです。フライングにご注意ください。さあスタートしました。一台転倒、回せお願いします。も真ん中転倒。はい、OKOK、 走ってる車優先でね。はい、走ってる車優先でお願いします。はい、ナイスマーシャル。さあトップ片山選手、2番手浅川選手上がってきた。いや、クラッシュした。いや、戻った。さあ入れ替わったか。さあこれで大岩選手2番手、3番手浅川選手、4番手が、ま、さあ4番手これで渡辺知事、5番手藤原、6番手マセ、7番手沼村、8番手阿部。さあ、おっと、さあ入れ替わりがあったか。トップ片山、2番手浅川、3番手にまとめちきた、4番手大岩、5番手藤原、6番手マセ、7番手沼村、8番手阿部。さあレースは残り7分です。1分経過、1分経過。さあトップカズちゃん、あっと1コーナー飛んでった。さあカズちゃんが逃げる展開、現在2コーナー3コーナーに入っていく。グリーンのマシンがトップ片山選手、シボレー、コルベット、ゼット R1 でトップ走行。そして2番手浅川選手が現在ストレート、白黒のマシン、マクラーレン P1 GTR でしょうか。2番手浅川選手、3番手に渡辺知事、マクラーレン 12C、 白蛍光グリーンのマシンが3番手渡辺知事、2番手浅川選手の後方 1.6 秒ですね。さあそして 4番手に入れ替わった。さあこれでマセ選手4番手、さあマセ選手が4番手浮上、5番手に藤原選手、さあ N 村選手もその後ろ来ている。さあ4、5、6が近い、マセ、藤原、N 村、7番手大岩、8番手阿部。レースは残り6分です。残り6分。さあトップ片山選手、2番手との距離を 3.5 秒まで広げている。2番手浅川、3番手渡辺千がミスった。さあ渡辺千、ここで距離が広がったか。さあ渡辺千が後方 2.4 秒、マセが4番手、いや4番手で勝ってる。そうなんや今。さあ藤原マセが近いぞ。あ、 N 村もドイツ中華やね。藤原マセ N 村の順。さあ残、おっと、イチャテント。さあ残り5分10秒です。残り5分、残り5分。さあトップ、あ、マセロお願いします。さあ戻れない。さあ戻った。残り5分です。残り5分、トップ片山。さあこれでかなりアドバンテージを広げたか。浅川こう、いやまだまだ 2.2 秒だ。さあまだまだトップ片山、2番手浅川 2.2 秒、3番手に渡辺千恵、ここはちょっと遅れているか、4秒というところでしょうか。2番手浅川、3番手渡辺千恵。さあこれで 3.9 秒差。藤原がその後ろ 1.6 秒。さあ4番手には藤原、5番手N 村がその後ろ 1.2 秒というところでしょうか。藤原、N 村1秒ですね。マセがその後ろちょっと広がった6秒。
7番手大岩、8番手阿部、レース残り時間は4分20秒です。残り4分20秒おっと、さあトップ片山、いやしかし浅川がチャンスを台無しにしてしまった。飛んだ、さあ浅川もう行ってごめんな、余計なこと言ってごめんさあ片山トップ、2番手浅川、遊んでたら渡辺父が来るよ。残り4分、さあ残り4分、さあレースは残り4分です。トップはグリーンのマシン片山選手、その後ろ白黒のマシンが浅川選手2番手、その後ろ渡辺父が完全に捉えたか、白蛍光グリーンのマシン3番手渡辺父、4番手 N 村、5番手藤原、さあここも寄ってきましたよ。さあ N 村、さあ N 村が3番手の背中が見えてきたか。レース残り時間は3分20秒折り返し地点を過ぎております。残り3分20秒、おっとさあ引っかかった、あマシントラブル、浅川終わった、浅川がマシントラブル、帰ってこれないか。さあ残り3分です。残り3分、ボディ外れた、残り3分、さあ残り3分です。一旦回収で、じゃあ前外れてる、はいありがとうございます。さあ浅川が痛恨のマシントラブル、さあ残り2分40秒、トップは片山、2番手渡辺父、ここもだいぶ空きましたか、3秒3.4 ってところでしょうか。そして N 村が3番手、4番手藤原、ここはまだ見えてますか。 N 村、藤原、3番4番が 2.1 秒、マセ5番手、6番手大岩、7番手阿部、浅川がマシントラブルピットイン。レース残り時間2分となります。残り2分です。さあトップ片山選手、グリーンのマシン、残り2分、レースは残り2分です。残り2分、渡辺氏が後方 3.0 秒、トップ片山、2番手渡辺氏3秒差、3番手に藤原選手、4番手N 村選手、ここが近いぞ 1.4 秒、さあ3番4番藤原 N 村の3番4番争いだ。さあ5番手には単独マセ、6番手大岩、7番手阿部、8番手浅川、6番大岩、7番阿部、ここは 3.8 か、もうコーナーあと2つ3つってところか。さあトップ片山、これはもう完全にマネジメントペースか。残り1分10秒です。レースは残り1分10秒、いやマネジメントペースまではいかへんか。さあ2番手渡辺氏が後方 1.6 秒、さあトップ片山、2番手渡辺氏ミスった、さあこれで2秒ぐらいになった。さあレースは残り45、残り45秒です。トップ片山、2番手渡辺氏が 2.7 秒、さあ3番手はこれで単独藤原か、 N 村が後方3秒というところでしょうか。レースは残り30秒です。残り30秒、さあ残り30秒、藤原 N 村が一番近いかな、 1.8 秒、あ、そうか、前やったのか、藤原がね。はい、残り12、残り12秒。残り10秒。はい、ラスト10秒です。さあ、何もなければこのまんま。しかし、レースは最後までわからない。タイムアップ。あ、ゴールゴール。ゴールゴール。ゴールゴール。レース途中、あと2台。まだですよ、まだですよ。まだですよ。はい、電車ゴールです。トップゴールは、片山選手、2位渡辺知事。3位藤原選手でした。お疲れ様でした、お疲れ様でした。はい、では10分後に決勝オープンクラスです。10分後です。はい、では
オープンクラス決勝 A メイン、はい、1番グリッド浅川選手、2番グリッド N 村選手、3番グリッド渡辺父、4番グリッド片山選手、5番グリッド店長、6番グリッド、むつみん選手、7番グリッド赤木選手、はい、8分間長丁場ですので、はい、では参りたいと思います。スタートです。スタート10秒前。はい、トップ浅川、2番手 N 村、3番手渡辺父、4番手片山、あーた転倒、 N 村が転倒している。さあ、これで N 村は最後尾はどちらか。さあ、トップこれで変わって渡、いつの間にか渡辺父になった。さあ、浅川、片山、店長、赤木、 N 村、むつみ、さあ、順調にリードを広げる渡辺父、1位2位の差はコンマ6秒。あ、渡辺父さん、ちょいミス、これ浅川が近づいた。さあ、3台が近い、渡辺父、浅川、片山、ここが近い。で、その後ろ店長、残り7分、まだまだ。さあ、渡辺父、浅川、片山、店長、N 村、赤木、むつみ、むつみが前にいたかな。さあ、1位2位3位、近い、あー、3位のミス。さあ、これで3位の下。さあ、1位渡辺父、2位が片山、上がってきた。3番手に浅川、4番手 N 村。さあ、お、1位がだいぶ抜けてるか。あ、トップした。さあ、残りが6分15秒、まだまだ時間ありますからね。おっと、さすが。さあ、ただ1位2位がだいぶ離れてしまったが、1位2位の差ここで 1.5秒。あ、まだまだいけますね。2位3位は近い、 0.3 しかない。さあ、その後ろは N 村、そして店長、むつみ、赤木。さあ、トップ渡辺父逃げる、それを追うのは片山和人、浅川。さあ、1位2位の差は 1.7 秒まで広がった。さあ、残りが5分35秒。さあ、トップ渡辺父、2番手が片山、3番手浅川、4番手犬村、5番手店長、6番手がむつみ、7番手が赤木。残りが5分10秒といったところ、まだまだ5分以上ある。ただ渡辺知事はぐんぐん2位を引き離しにかかっている。1位2位の差2秒以上あります。さあ、残り5分。渡辺父トップ、2番手片山、あーと片山が見せた。これで浅川がぐんと近づいた。店長も来ているぞ。お、N 村を前にかした。さあ、2位からが3、4、5と近い。あーと、あーと、受けてるぞ。さあ、避けて。さあ、渡辺父がトップを快走。残りが4分30秒といったところ。あーと、浅川が見せた。さあ、どうなる。お、N 村が来ているぞ、N 村が。さあ、渡辺父、片山、N 村、そして浅川、店長、むつみ、中木。あーと、かぶちゃんが見せてしまった。これで N 村が2番手上がった。さあ、後ろから浅川も来ているぞ。さあ、残りが間もなく4分折り返し。おっと、N 村、片山が熱いバトル。さあ、その間、1位の渡辺が逃げる。1位2位の差は現在 2.9 秒あります。さあ、だいぶ余裕ができた。さあ、 N 村がちょっと抜けてきたか。 N 村2番手、3番手片山、4番手浅川、あー、浅川が見
行ってしまった。だいぶ近づいていたのに。さあこれで店長が釣ったぞ。さあ渡辺父、江村、片山、浅川、店長、睦美、中木。さあ残りが間もなく3分20秒。さあでもまだ3分以上あります。さあどこまで行けるか。さあ江村、片山が近い。2番3番、ここは 0.3 秒しかない。さあ残りが間もなく3分になろうというところ。さあ渡辺父はぐんぐん逃げる。残り3分を切った。さあここで1位2位の差は 3.8 秒。さあ1台飛んだ。片山が飛んでしまった。これで浅川が3番手浮上か。さあ現在渡辺父、江村、さあ片山、浅川、店長、睦美、赤木。浅川さんが抜けてるかもしれないですね、これね。さあ残りが2分15秒といったところ。さあ現在計測上は渡辺父、江村、片山、浅川、店長、睦美、赤木。残り2分を切った。さあもう渡辺父はもう余裕かな。4秒以上ありません、2位と。もう3位の片山までをラップしました。ただ浅川さん抜けてるかもしれないんでね、ちょっと分からないですけど。さあ残りが1分30秒。残り1分30秒。さあ1位渡辺父、2位M村、3位片山、4位浅川、5位店長、6位睦美、7位赤木。ああおっと、おこれ店長は前出てないかな。まだ出てないか。ラップしますね。ワンラップあります。さあ残りがもうすぐ1分あります。さあ残り1分。残り60秒。1位渡辺父、2位 N 村、その差は約3秒あります。さあこのまま走り切れば確実に渡辺父が優勝。さあ残り45秒。さあ3位片山、4位浅川、5位店長、6位睦美、7位赤木。さあ残り間もなく30秒となります。残り30秒切った。さあ残り15秒。渡辺、江村、片山、浅川、店長、睦美、中木。残り10秒切った。さあ、タッチファイナルアップ。渡辺さんはもう一周。はい、もう一周。はい、こっからゴール。はい、店長ゴール。睦美ゴール。赤木ゴール。2番ゴール。さあ、渡辺父ゴール。7番ゴール。はい、電車ゴールでーす。さあオープンクラス、トップゴールは渡辺父、2位江村選手、3位片山選手でした。片山、浅川、そうや、浅川さん3位っぽいな。はい、3位浅川選手でした。そうやね。はい、浅川さんがプラス1で、はい、これで順位確定です。では10分後 GP6 クラスです。はい、GP6 クラス決勝レースです。じゃあスタートします。大丈夫、残り喋るから。時間なんか関係ないから、とりあえずは淡々と行きましょう。水しなければ勝てるから。
あやってもた。なあ、まあ、店長がもう前出てしもた。トップ店長。2番手。違うよ、違うよ、違うよ。はい、トップ店長。2番手、水越さん。3番手、浮谷さん。4番手が赤木さん。フェース的にはほぼ一緒。水せなければ、このまま感覚も変わる。ああ、言うたら水越さん、ダメですね。残り3分。最近、店長のフェースがええからね。でも浮谷さんの方がペース速いからね。お、浮谷さん速い。ストレートで抜けるんちゃう。あのインフルでちょっと離されるんじゃな。トップは店長、2番手浮谷さん。あー、もったいない。これで2番手赤木さん、3番手浮谷さん、4番手水越さん、あ、変わった。2番手水越さん、店長がどんどん離れていく。水越さんも追っていく。あー、けたこけた。浮谷さん早いけどな、ベストは。もう店長流してるで。残り2分。はい、トップ店長、2番手水越さん、3番手赤木さん、4番手浮谷さん。お、1位と2位の差が 2.2 秒。ちょっと狭かったな。狭かったかな。1位と2位の差 1.9 秒。ちょっとずつ狭ってるぞ。水越さん無理せんでええよ。ミスだけ専用に言うてんのに。まだちょっと一度に広がったかな。でも 1.5 秒。残り30秒。これで時間伸ばさないでなと思って。あー、やってもうてる。あこれ伸ばせへんね、始まったら途中では。残り10秒。はい、次からゴール、次からゴール。はい、浮谷さん、はい、ゴール、ゴール。はい、店長優勝。2番手、水越さんでした。